森山大道は、日本の写真家、大阪府池田市生まれ、日本写真非評価協会新人賞、日本写真家協会年度賞、第44回毎日芸術賞受賞、ドイツ写真家協会賞受賞、ハッセルブラッド国際写真賞などを受賞。日本のみならず、海外でも高く評価されている。アメリカ、イタリア、イギリス、フランス、オーストリア、ベルギー、ドイツ、 中国、スペインなどでも個展を開いている。東京工芸大学客員教授、京都造形芸術大学客員教授、専門学校東京ビジュアルアーツ顧問、専門学校名古屋ビジュアルアーツ特別顧問。過去にワークショップ写真学校や東京写真専門学校の講師など様々な写真教育活動にあたるなど、教育活動にも力を入れている。ロンドンにて、 森山大道といえば、あれブレボケと形容される作風が特徴とされる。メノカリウドによると、あれブレボケと形容される作風は1964年8月号の現代の目が最初だが、ただし1965年の横須賀も含め、ブレボケ写真はそれほどあるわけではないという。ありがとうございます。